おはようございます。プレイスペースの進み具合についてちょっと報告しましょう。以上、瓦礫を、後ろから前に一輪車で運びました。大変でした。どんくらいの重さか、10トン20トンちょっと想像がつかない。とりあえずかなり時間かかりました。で、まあ、運動として仕事帰ってきてから運動として考えながらポッドキャスト聞きながらたくさん聞いた。楽しめるようにしたんだけど、頭で悩んでたことは、これは本当に効率的なやり方かどうかはかなり疑問があったけど、まあこうしなかったらどうすればいいかわからなくて、とりあえず何もしないより何かした方がいい。で、これは何かだからやった。考え方は合ってるかどうかわかんないんだけど、で、今日 あと一歩も進んだ。このお家、この瓦礫の塊の持ち主の家族が今日やってきて、で、バラバラのゴミ、壊れてるトイレとか窓差しとかそういうのがを片付けたから、こっちには結構幅広く感じるようになってきてる。で、この地面は、まあ、大きいブロックを出したらこれこの頃になってるから、そのまま平らにしたらもう遊べる。ちょっと待って、使えると思ったけど、やっぱりもう歩きにくいとか転がったりなんかあんまり気持ち悪い、見た目的にも気持ち悪いから、これもどうにか処分しないといけないな。で、考えてきてるのは、まあ、どんどん考えてきてるのは、その入り口を大きく、あ、もう行っちゃおう、鍵ある。何言ってた、入り口を大きくし広くして、これユンボが入らないと手ではできないらしいから、ユンボが入るようにするのが次の目標かな。あとは、まあ、比較的にどのようにプレイスペースを運営するか、特に お金の面、どうするか悩みながら考えながら、まあ、いつかどうにか決めないといけないね。頑張ろう。じゃあ今日は一歩進みました。今日も見てくださってありがとうございました。じゃあね。